皆様、心の準備はできていらっしゃいますか？何でも受け止める心をお持ちでしょうか？これから皆の衆を新次元に連れて行きます。皆さんのコメントが怖いです。さあ、皆の衆、新次元の門をくぐりたまえ。誰か来るぞ。お、誰かしら。おい、スタッフさんだ。ああ、なんか持ってきた。スタッフさん、何買ったの？これは一体、お鍋に見えるけど、何かしら。チャイには鉄製の鍋に見えるけど、カリンちゃんは何だと思う？カリンもまあ、鍋に見えるよ。この木の絵がついてるとこなんて、鍋みたいじゃない？絵は鍋の象徴だもんね。おすんすん、おすんすん。ああ、鉄の匂いがする。鉄の香りは鉄鍋の象徴だもんね。ああ、なんか入りたくなってきた。猫が入りたくなるのは鍋の象徴だもんね。ああ、だんだんチャーハン食べたくなってきた。チャーハン食べたくなるのは鍋の象徴だもんね。はい、チャーハン一丁入ります。はい、チャーハン入られます。お客様少々お待ちくださいませ。はい、ここで隠し味のきな粉、さらにきな粉、はい、美味しいの作ってますからね。はい、きな粉パラパラになってきたところで、さらにこしきな粉、はい、美味しいの出来上がってきましたよ。そして仕上げに後頭部きな粉で味を整える。はい、お客様お待ちどうさま、きな粉チャーハンの完成であるよ。はい、高評価よろしくあるよ。そしてチャンネル登録もよろしくあるよ。はい、高評価をした。あー、お玉のかぶりが深いな。はい。